はい、皆さんこんにちは、のぺんです。信長の野望大使やっていきますよ。一応さ、前回は最上家と戸沢家を滅亡させたところですね。で、今回はじゃあこの津軽家を下していきましょうか。よし、やっていきましょう。さあ、じゃあ前もって調略を進めていまして、じゃあこの九戸正胤さんにお話を聞きましょうか。はい、じゃあそうだな、じゃあ服部半蔵行ってもらおうか。はい、はい、宴を開き、みんなの気をそらすとは策士ですね。もし誰かがこちらへ来たとしても、正胤殿の客人だとごまかしも聞きます。私と半蔵殿の立場を考えればこそです。しばらくは邪魔せぬよう伝えてありますが、気取られる前に話を進めましょうか。うん。で、これでこの成功を収めると、この交渉内容が有利に働くんだよね。じゃあこれで、はい、なるほどな。よし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 。で、だいぶ確率が上がってきてるね。じゃあ次はこれ。なるほど。よしよしよし、話が弾むね。で、次はこれか。なるほどな。はいよ、どうだ。さあ、じゃあこれでこの九戸正胤さんを買収しましょうか。じゃあ金銭2268で裏切ってくれませんか。おーし、オッケーオッケー。じゃあ6ヶ月以内に指示をください。了解しました。じゃあまずはこの津軽に、はい、宣誓します。はい、川伏の誇り見せるは今ぞ。はい、津軽の兵を一息に蹴散らせ。はい、津軽ためのぶ、我らは何者にも屈さぬ、最後の一人まで戦い抜いてくれよう言うじゃないか。力を貸してやる。そして信長は力を貸してくれる。力を貸すぞ。はい、北条も力を貸してくれるのね。サンキュー。で、心ばかりにした、めっちゃくれた、ありがとう。じゃあまずはこの毛馬内城かなに攻めましょうか。まあ数ちょっと少ないけど多分大丈夫だよ、みんなだったら。じゃあこの星名正俊を加えましょうか。さあ、これでだいぶ互角に戦えると思う。よし、お願いします。我に続け。さあ、じゃあ次は援軍をお願いしましょうかね。はい、じゃあ北条から1、2、3、4、5、こんなもんか。これで2万1000借りましょうか。はい、お願いします。さあ、とりあえずじゃあこんなもんで行ってみましょうか。じゃあこっちに攻めてください。はいよ、後に続け。さあ、お願いします。さあ、どうなるどうなる。まあ、まずとりあえず集結して、津軽家の南部信長が私の説得により迷いが生じ始めたようで。了解。あっ、北条が津軽に攻め入ろうとしてる、なんてやつだ。まあとりあえずこれは北条を味方するしかないか。助太刀いたす。マジかこいつ。で、とりあえず待って待って。で、こっちは、あ、織田と長宗我部が戦おうとしてる。じゃあこれはもちろん織田家に味方しましょう。助太刀いたす。はい、頑張ってな。そしてそう言ってる場合じゃない。次はじゃあこっち、もう一部隊行かせようか。じゃあこっち、さあこっちでは、あ、戦いになるか。四季なさとワイロン勝ちは行きません。決戦の指揮を取りますか。もちろん。さあ、まずはやってやんよ。はい、壊滅しました。オッケー、さすが。さあ、どこ誰なんだろうなこの人。次なる戦も、もう北条側の情報が全然ないから。あー、でだいぶ戦意が傾いたね。津軽家も相当やる気満々だったんだね。了解です。で、この人を、捕まえたか。でも下りはしない。じゃあ逃がしてあげるよ。はい、かたじけない。じゃあこの美濃なんとか城を落としてください。じゃあこっちがまあ本番だよね多分。はい、勝敗がいかに転ぶかは采配次第です。決戦を指揮をする。はいよ。ん、行くぞ。はい、我に続け。はい、あれ、なんか決戦がキャンセルされたな。あー、大戦なんだこれは。どうなってんだ。さあ行け。さあ、そしてあれだよね、こう九戸さんが混じってるから、だから裏切らせることもできるよね多分。じゃあこの辺に置いて、はい、じゃあ頑張ってくれ。はい、回戦、ケマチの戦い、我に続け。はい、
これより、久野平正実が首を取る。三つ矢子を結んだ久野平正実から指示があれば寝返るとの早馬が来ました。視界に入ったら、木を見て合図を出しましょう。了解。どこにいるんだろうな、まあ、この辺か。これだよね。じゃあとりあえず町で、とりあえずドラ台を守ろう。覚悟は良いか。ゲチよ、はい、覚悟しておけ。ゲチよ、お覚悟願おう。始めましょう。覚悟せよ、こっち来なさい。覚悟せよ、始めるぞ。お覚悟願おう。さあ、この辺、この辺、いた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 。じゃあこの辺で、じゃあ寝返らせましょう。はい、総大将が寝返ったぞ。我が隊は今より徳川読み方になります。あれは私たちが勝っちゃった。はい、敵総大将が我々に寝返ったため敵が慌てて退いていきます。我らの勝利です。まあそりゃそうだよね。はい、残った敵を追撃で減らします。こんな戦いがあるのか。いいぞ、素晴らしい。我らを甘く見たい。被害ゼロだもんね、私たち。で、向こうは半分ぐらい減っちゃってるから。さあ、この辺さん、これからもよろしくね。さあ、この気まうじ城落としちゃってください。そして、こっちはじゃあ、強固で30日で落としちゃってください。はい。こっちはそうね。じゃあ、強固で、はい。あーと、こっちは北条と相馬家が戦おうとしてる。まあこれはもちろん北条に戦ってます。はい、片付けない。で、一旦なんか密約できないかな。あー、この人か、毛馬内城にいる人。じゃあ直江兼次に、はい、そうだな、次はじゃあこれ、うん、はい、で調略、はい、うん、はい、で次はこれかな、うん、はいはい。で、じゃあこの金銭4620で手を打ってくれませんか。裏切ってくれ。おーし、オッケー。じゃあ工場戦でだいぶ有利になるんじゃないか、これで。で、寝返り、はい、ここか。ここだね。はい、じゃあ南部信直さんに、はい、裏切らせましょう。自軍の部隊がクルーワで接触した際に、開門して寝返るよう指示を出しますか。うん。さあ、ここで寝返ったぞ。はい、今より我らは徳川にお味方いたします。このクルーワの門は開けましたので一気に攻め落としましょう。はい、お願いします。南部信長が寝返っただと。くっ、全軍の士気が下がっているのを何とかせねば。さあ、行ったれい。あ、毛毛地上にこもってた敵が逃げ出したぞ。あ、そうかそうか。もらい受けるぞ。さすが。はい、捕獲したのはこの人か。はい、今逃がしてあげよう。はい、素晴らしい。じゃあ次は行くぞ。そうね。あーと、北条がこのお城に行こうとしてる。阻止せね。我に続け。よし、くまあこんなもんでいいかな。じゃあ、あとは調略。じゃあ、陸奥福島城のこの人にも、調略をしておこうか。よし、じゃあこの人で。じゃあこれで、はい、なるほど。さあ、はい、なるほど。で、これ、なるほど。よしよし、いいぞいいぞ。じゃあ、金銭2240で寝返ってください。よし、いいぞいいぞ。オッケー。はい、石川城を我が手に落としてみせようぞ。よしよしよし、北条が到着する前に。こっち来れたね。じゃあ、自動布陣で。あー、これは相当、なんか時間がかかりそうだな。いやー、でも水攻めでもな、あれだよな。とりあえず、じゃあ、包囲しておこうか。はい。石川城か。勝ち時を上げよう。はい、こっちの、水戸城も落としたね。オッケー。で、私に下る人はいなくて、じゃあ全員解放してあげよう。かたじけない。はい、じゃあ次はこっち行ってください。はいよ、進むぞ。誰か調略できねえかな。さあ、どうだ、石川城の人いるかな。野辺地城はどこだ。野辺地城、野辺地城、そこか。
じゃあ野辺事情は密約で、はい、誰かに行かせよう。はい、じゃあこの人に。はい、さあ長尺でどんどん落とし、ああ失敗してる。なるほど。じゃあ次は、はい、なるほど。じゃあ金銭4039で落ちてくれませんかね。おー、少々落ちた。 44% だったのに、素晴らしい。 OK、 じゃあこの部隊が到着したら願いらせようか。はい、さあ内通してる安政殿から城内に罠があるという情報が届きました。合図を出せば車を開き願えるようです。了解。じゃあ強行でお願いします。さあ、じゃあこっちの野辺地城の攻城戦、じゃあ願いを打って、で、はい、敵の部隊が到着するようにしましょう。はい、じゃあ区の兵馬安政さんお願いします。はい、じゃあ指示を出します。はい、はい、今より我らは徳川にお味方になります。この蔵の門を開けましたので一気に攻め落としましょう。さあ、じゃあ行ってみましょうか。はい、さあどうだ、これで何日落ちる。62日か。あ、結構かかるな。で、こっちはまだやってるんだよね、多分。こっちは75日か、あと。で、あともう一部隊来ようとしてる。よしよし、正幸だ。さあ、頑張ってこっち来て。津軽家の、いや、読めねえ。どんな人？波岡御所か。じゃあこの人も寝返らせておこうか。はい、さあそうだ、はい、はいはい、よしよしよし。じゃあ次は2877銭で、あーダメか。じゃあこれ4110で、あーダメ、なんだと、許せん、絶対潰してやる。ちなみにここのお城の硬さは B か。で、こっちのお城も B だしな。結構手こずるかもしれない。さあ、波岡御所を落とすよ。さっきはよくも私を苔にしてくれたな。じゃあ、強行で一気に潰そう。はい。はい、野辺地城を落としたね。お疲れ様でした。で、捕獲したのはこの2人か。まあ、逃がしてあげよう。はい。かたじけない。じゃあ次はこっち行ってもらおうか。ちなみにあと1ヶ月か。じゃあ次は、じゃあこの陸奥福島城行ってもらおう。はい、進むぞ。やばい、津軽簡単に落ちるな。はい、石川城を兵糧攻めで落とした。ナイス。赤子の手をひねるようなものよ。じゃあ次は、いざ参ろう。じゃあこっちの徳山間へ行こうか。我に続け。おほじゃ、早く帰れよお前ら。はい、浜を、波岡御所の本丸を落としたよ。はい、オッケー。さすがでございます。めっちゃくだる。めっちゃ武将いるんだけど、まあ、とりあえずみんな逃がしてあげるよ。かたじけない。さあ、じゃあ次はこっち向かいましょうか。はい、じゃあ重別館かな。前進せよ。多分違うと思うけど、よし。はい、家康様、大雪のようです。また雪降ってるよ。秀康様が眼福の儀を終えました。はいはいはい、はい、松平秀康にございます。命果てるその時まで徳川家に忠誠を尽くす所存です。おお、言うね。秀康よ、お主はいずれ徳川を背負う者、決しておごることなく励むがよい。わかった。あ、で武勇がなかなか高いね。いいじゃんいいじゃん。さあ、陸奥福島城を落としましょう。確かね、ここには寝返らせてる人が確かいるんだよね。あ、交渉もあるのか。じゃあ強行で少し攻めて、じゃあ交渉をやりましょうか。はい、さあこの辺、あで、私に関与を買ってくれと朝廷の方が来たんだね。はい、じゃあ承諾しましょう。はい、はい、じゃあこの辺で交渉しましょうか。はい、さあこれで、あ、はい、相手方の準備が整ったようです。了解。じゃあここは真田信之に行ってもらいましょう。はい、私は徳川家の真田信之、
こたびの話し合いを任されたものである。津軽家当主津軽為信である。ここまでの道のりご苦労であった。そなたが参ったのは幸福の申し入れかであれば話が早い。為信様、城を明け渡してくだされ。この戦長引けば双方に得はありませぬ。じゃあまずはこの任意投稿やってもらいましょうか。はい。我ら多くは戦い続ける覚悟があるのだ。これではみんなが納得してくれるであろう。考え直していただきたい。まあ、講和解除をするとね、壊しちゃうから、じゃあ全面解放で、はい。はい、武士の情け、武士の情け、ありがたく頂戴なす。乱世とはいえ、我らも命は惜しいのでな。オッケー。はい。武器、福島城も落としたね。素晴らしい。じゃあ次はこっち行きましょう。素晴らしいね、あっさりとした。誰に続け。全然兵数減ってないもんね、私たち。素晴らしい。で津軽家の区の兵、ザネチカさんか。はい。区の兵ザネチカさん、はいはいはい。じゃあこの人もちょっと省略しておこうか。はい。そのありな。で、はいはいはい。そのいいね。じゃあここは金銭2261。はい。よし、いいだろう。はい。徳山間落とすよ。じゃあここはそうだな、寝返りはまだできないか。で方位の方が早いんだよな。じゃあとりあえず交渉させて降伏させようか。はいはい、攻城戦開始。どうかな。そしてこっちはじゃあ強攻で一気に落としちゃってください。はい、相手方の準備が整ったよ。よし、じゃあもう一回真田信之に行ってもらおう。あ、どうもどうもさっきはどうも。さあ次はあ、やっぱちょっと成功率が低くなってんな。じゃあ任意投稿で一回。おーしよしよし、よかったよかった。オッケー、落ちました。はい、説得の甲斐もあって徳山間から区の兵サネチから2名の者が当家に下りました。オッケー、了解しました。あ、この人もまあまあ能力高いな。はい、落ちました。じゃあ最上義満さん帰ってください。全然兵減ってねえ。素晴らしい。これが調略というものか。そしてこっちはまあ多分こっちは全力で抵抗するだろうな。さあこっちも落ちたー。オッケー。はい、しぎめつ館の本丸落としたぞ。この正幸の手にかかればこの通りよ。いやー、今回お見それしました。だってこっちの兵全然減らなかったもんね。そしてこんだけの兵がこっちに下ったね。素晴らしい。いやいやいや、そして津軽為信さん、いやー、あっぱれでした。オッケー、なるほど。なんか新しい合戦の形を見たな。はい、正野ゆきさん、お疲れ様でした。オッケー。さあしっかり任命もやっておきましょうか。じゃあまずここはじゃあ早速津軽為信さん、はい、お願いします。かしこまった。そして他のところはじゃあこの浪岡御所はそうね、そうね。じゃあ北信愛なんだ北信愛って。じゃあこの人にお願いしよう。でこの毛馬内城はそうね、そうね。あ、なんか名前にぴったりの人がいる。はい、じゃあお願いします。かしこまりました。じゃあ他のところも適当にやっていきますね。さあそれでは今回はここでしましょうか。残すは小田か北条かだな。どっちかだよな。うわー、難しいよなどっちも超強敵だしね。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしがチャンネル登録、高評価お願いします。ありがとうございました。